どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL が国際線タイムセールをね、こちら開始いたしましたので、本日はね、こちらの解説でプラスアルファということで、動画でやっていきたいなと思います。ということで、JAL 国際線タイムセールということで、こちらね、公式サイトになって、おります。こちらですね、もうね、開始になっておりまして、整理期間がですね、2023年の9月の1日0時から2023年9月の14日、23時59分までっていう風になります。で、今回のね、期間なんですけども、グアム路線だけで、ね、2023年の9月の30日までね、まあ開催されているということで、まあ、それ以外の路線はね、9月14日までなんですけども、グアム路線はね、9月30日まで、やっております。で、対象のね、搭乗期間なんですけども、2023年9月の1日から2024年の3月15日のうち路線ごとの特定する区間、期間ということで、こちらね、路線ごとにね、この、今回のね、今のタイムセールの、搭乗期間ね、異なるっていう風になりますんでね、こちらをね、ご注意いただければな、なんていう風に思います。で、今回ですね、ピックアップということで、おすすめ路線がですね、こういった感じで、記載されております。東京な、大阪名古屋発のホノルルですね、9万円からということでかなりいいですよね。またね、東京大阪名古屋福岡札幌沖縄発のロサンゼルスシアトルが往復ね、12万円からということで、こちらね、9万円12万円ということで、ここのねピックアップに乗ってるところはですね、かなりねお得に利用することができるっていう風になりますんで、ぜひねチェックしていただければななんていう風に思うんですよね。東京マニアとかね、7万3000円ですし、東京のね、パリとかね、フランクフルト、ヘルシンキとかね、ここら辺も16万円でね、利用することができるって言った形になります。で、今回のね、キャンペーンなんですけども、先ほど言った通りですね、設定期間が、こちらにね、記載されておりまして、ハワイであればですね、2023年の9月の8日から2024年の3月15日までって言った形になります。で、ロサンゼルスであればですね、2024年の1月の20日から2024年3月7日ということで、こういった感じでね、かなりね、ばらつきがありますので、こちらはね、よく注意して、見ていただければなと思います。ということなんで、ニューヨークとかもね、はい、対象路線にね、入ってるんですけども、ニューヨークに至ってはね、1月の20日から2024年3月7日ということで、まあ、スペシャルオフシーズンということでね、まあ、基本的にこの、まあ、2月、まあ、3月入ればね、まあ、いいのかなと思うんですけども、1月2月ってね、本当にニューヨーク旅行とかね、マジでおすすめできないので、雪降ったらね、本当にドカ雪降ったらね、行動できなくなりますんでね、向こう行ってホテル缶詰みたいなね、可能性もゼロではございませんし、本当にね、雪降るとね、めちゃくちゃ寒いんでね、ニューヨーク。ですんでね、ちょっとね、この時期はね、あんまりおすすめできないですね。はい。まあ、そういった感じになっておりまして、結構ね、暖かい場所であればですね、いいのかな、なんていうふうに思います。で、軽くね、路線をね、見ていきたいなと思うんですけども、先ほどね、調べた感じだとね、結構値段的にはね、良かったんですよね。今ちょっとね、私が調べてからちょっと半日までいかないですけどもね、数時間経ちましたので、少し値段変わってるかな、なんていうふうに思うんですけども、どうですかね。最安値がですね、9月の6日で、往路ですね。で、袋。あ、でも変わんないですね。はい。こちらね、先ほど検索させていただいた、値段なんですけども、こちらですね。大人1名ね、燃油サーチャージ込みで10万円になるわけなんですけども、まあこちら往復で燃油サーチャージもね、込みの価格っていう風になりますんで、もうこの価格でね、ハワイの往復のエコノミークラス発見できるっていう風になりますんで、まあこれであればですね、かなりいいのではないのかなと思います。で、見ていただければね、わかる通りなんですけども、ちょこちょこ安い運賃ありますよね。はい。こういった形で、まあ、これは一応ね、最安値で出しておりますけれども、まあ、3万円とかね、まあ、3000円ぐらいしか変わらないですしね。はい。利用することできる期間ね、かなり多く設定されているっていう風になりますんで、これはね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思います。ちょっとね、遅い夏休みとかね、まだ決まってないよ、みたいな方はですね、今回のキャンペーンで、ホノルルね、行かれるっていうのもですね、かなりね、いいのではないのかな、と思います。で、またですね、JAL でね、ハワイ行かれる方はですね、ちょっとね、JAL これ何カードと読むのかちょっとわかんないんですけども、観光に移動に便利ということで、アプリのですね、こちら、利用することができるんですよね。で、こちらはですね、アプリ版の、これなんて読むな、
アオロカード、ちょっと読み方が違うと思うんですけども、トロリー乗車者、その他の交通サービスで、アプリ画面を提示していただくとお得な特典を受け取りいただけるデジタルカードサービスですということで、こちらね、JAL、日本からね、ハワイへ、JAL のね、往復小便運賃、またはね、マイルの特典による、航空券利用された方はですね、こちらね、利用することができてですね、これの特典がね、結構すごくて、はい、観光ショッピングでに便利なハイバス、こちら滞在中乗り放題でね、利用することができるんですよね。でこれはですね、 ANA もね、アラモアナセンターにですね、直通のねバス出しておりますけれども、まあそれと同じようなサービスなんですけれども、まあこちらね、このハイバスっていうのがですね、乗り放題ということで、主要ホテルアラモアナセンター普通便利なアラモアナルートと、ダイヤモンドヘッドや、KCC ファーマーズマーケット、まあ日曜限定みたいなんですけれども、まあこちらね、ダイヤモンドヘッドルート2ルートはですね、滞在中乗り放題っていう風になりますんで、まあこれね、何回利用しても、無料でね利用することができるっていう風になりますんで、今後ね JAL の特典とかね、 JAL の航空券で、ハワイ行かれる方はですね、こちらねめちゃくちゃお得なのでね、ぜひ利用ねしてみていただければな、なんていう風に思います。でまあこういった感じでですね、 JAL ね国際線タイムセールやっておりますんで、気になる方はですね、ぜひねチェックしてください。でそれでは次にですね、こちらねちょっと面白いキャンペーンがやっておりまして、JAL の公式サイトですね、JMB提携航空会社についてのクイズを答えてマイルをもらおうキャンペーンっていうのがね、やっておりまして、提携者特典って知ってるキャンペーンがね今やっておりまして、こちらね、クイズにアンケートを回答いただいた方にお一人付き100マイルプレゼントいたしますということで、まあこれ1回きりしかねもらえないんですけども、まあこちらね、まあもらえるものはねもらっといた方がいいかな、なんていうふうに思いますので、こちらもね公式サイト概要欄に載せておきますんで、ぜひねチェックしてください。キャンペーン期間ね、今日から、30日までねやっておりまして、日本にお住まいの JAL マイレージバンク会員の方がね対象っていうふうになっておりまして、まあプレゼント1回限りになりますけども、100マイルね答えていただくともらえるっていう風になりますんで、ぜひねチェックしてください。で次にですね、こちらちょっとねツイッターのキャンペーンで、そんなにね当たるのね一組2名様っていうね非常に狭き門にはなるんですけども、エアバス350脱脂線型機で導入記念のねツイッター、まあ今 X って名前に変わりましたけども、X のねフォロー&リツイートキャンペーン、まあフォロー&今リポストって名前に変わったんですけども、こちらがね今やっておりまして、応募期間ね9月の1日から20日、X ツイッターのアカウントをお持ちの方で当該キャンペーンに参加された方ということで、こちら特典がですね、 JAL 国際線東京発羽田、ニューヨーク行きの往復の航空券1名に2組にはなるわけなんですけど、こちらね当たるキャンペーンがやっておりまして、これはねぜひねツイッターのねアカウント持ってる方はですね利用ねしていただければな、なんていうふうに思います。こちらね応募方法がこのねこういった形になっておりまして、エアバス A350 線型機超難問クイズキャンペーンということで、こちらね応募方法がこういった形になってるんですよね。JAL のフォローしてこのタグをつけて、キャンペーンのコメント欄に答えを投稿ということで、まあ答えのね、記入例がこういった形になっておりまして、問題言いましたっけ？問題言ってないかもしれない。すいません。JAL のね、エアバス350ダッシュ線型機の、クラス前の座席数はということで、こちらね、座席数を答えて、キャンペーンね、当選すれば、東京ニューヨークのね、エコノミークラスにはなると思うんですが、あ、何も書いてないですね。はい。クラスはちょっと書いてないんですけども、こちらね、もらえるキャンペーンっていう風になりますんで、こういうねキャンペーンはね応募しないとね当たることはございませんので、ツイッターのアカウント持ってる方はですね、ぜひねこちら応募してみていただければな、なんていう風に思います。いや東京発のねニューヨーク行きエアバス350ダッシュ線型機ね、私もね乗りたいと思ってますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。で9月に入りまして、まあこちらね9月前からねやってるキャンペーンも多いんですけども、こういった感じで、JAL のねカードのキャンペーン非常に多くね開催されております。今ね、クラブ A クラブ A ゴールドカードね切り替えキャンペーンであったり、またね、ショッピングマイルプレミアム入会キャンペーンであったりね、すごいたくさんやっておりますキャンペーンね。でこちらのキャンペーンね、いろいろやっておりますけども、まあ、対象者はですねかなりね限られる、まあ、人によってかなりね状況変わると思いますんで、このね JAL カードのキャンペーンもねほとんどのキャンペーンがねこちらやってるんですけど、全部抽選なんですよね。でロイヤルホストであったりですね、またね
こちらね、スターバックスであったりですね、まあいろいろあるんですけども、全部抽選、またね、スターバックスもね、使う方はすごい使うと思うんですけども、まあ私とか全然使わないんでね、かなりね、使う方、使わない方ね、分かれるキャンペーンっていう風になりますんで、まあ個別でね、紹介はいたしませんけども、もしね、こちらは野島だったりね、あと、どこだったっけな、イオンとかもね、あったりいたしますんで、まあもしね、ここ見てね、あ、利用できそうっていうキャンペーンがあってね、まあ抽選にはなりますけども、利用されたいっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、キャンペーンエントリーね、していただければなと思います。あとね、こちら、アゴタプラスありますよね。アゴタって前は、郵送で差し送られてきたと思うんですけども、こちらね、スマートフォンアプリでね、アゴタプラスっていうのが読めるようになったんですよね。で、こちらですね、アゴタプラスを観覧していただいた方に、JAL の航空券またはマイルプレゼント、またね、10日以上アクセスすると、当選確率2倍っていうね、キャンペーンもやっておりますんで、まあ、こちらもね、結構これはね、当たるのがね、一番いいやつはね、3万円とかね、1万マイルとかももらえますんで、まあ、そんなにね、応募する人多くなそうだなと思いますんで、まあ、もしね、気になる方はぜひね、こちら、チェックしてください。クラブ A カード、クラブ A ゴールドカード、プラチナカードの会員様、および家族会員の方がね、こちらエントリーできるっていう風になっておりますんで、ぜひね、利用されたい方は、チェックね、していただければなと思います。ということで今回ですね、JAL がね、タイムセール国際線、開始いたしましたので、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、今回ね、ホノルル路線かなりね、お安くなっておりますので、ぜひね、利用できそうな方はですね、利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。